前回はペヤングが好きと言いながら、最終的には UFO が好きと言ってしまい、大変申し訳ございませんでした。はい、ということで今回もまたまたペヤングなんですけども、こちらペヤングのこちらパッケージがキーホルダーになったということで、こちら2つ手に入れてきました。こちらなんかね、パッケージの中身も開けれるみたいなんで、ちょっとどのようになってるのか一緒に見ていきましょう。はい、ということで2つやってきたんですが、1つ目はこちらが出たんですよね。はい、こちらめっちゃ辛いやつでしょ。ペヤングといえばこれじゃないでしょと思って、もう一回ね、引きました。まあ、これでね、前回食べたペヤングと同じパッケージの方が出てきたんで、まあ、よしとしようと思いました。で、こちら全4種類あるんですが、超大盛りのパッケージもあんねんで、これがええな思ったけど、なかなかそうは当たりませんので、こちら、二つ、中身は違うのかどうか、ちょっと見ていきましょう。最近こういうキーホルダー系多いよね。開けにくいわ。ガチャ。あ、なるほど。はい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 。面白。中に入ってるんじゃなしに、もうすでにこれ、外に出とるわ。これ中に入れれるってことやろね。ってことはですよ。これがですよ。ボンシュラが持ってる。これとこれのソースは絶対違うはずなんで、違うパッケージにしといてほしいなぁと思ってるんです。まあ、どうなのか、こちらパッケージが一緒なのか違うのか。お!なんとなんだ、パッケージ!しっかりと違う。違うけど、これは何これ？あ、はい。この前も食べたけど、火薬と、まあ、それとね、もう一個、胡椒とか、なんか青のりみたいなパッケージがあった。あったけども、こっちには多分ないんやろね。はい。で、ソースもちゃんと違いました。これちょっと開けれるんかな?これ切らんでいい?もしかして。はい。火薬、ソース、スパイス。ちゃんと、あれやね。こちら商品。裏表、しっかりと、印刷されています。さあ、これを普通にパカッと開けれるのか。お、開いた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 。さすがにこれちょっと麺の中身の形は一緒でしょう。あ、麺は取れないんか。こちらと、ぴゅっ。ぴゅっ。さあ、ちょっと開けますよ。これ麺の形も違ったらどうしよう。お!これさすがにね、麺の形は、まるっきり一緒やわ。まあ、そらそうやわな。そんな細かくいろんなパターン作ってへんわな。めんどくさいな。そら無理でしょ。まあ、ここはちょっとやっぱり、取れないようになっていますね。で、この中に、火薬と、こういうソースを入れて、こう蓋をしたら、完成ということで。これも一緒ですね。はい。なります。はい。ということで、今回ね、ご紹介した、こちら、ペヤングのボールチェーンキーホルダーのガチャですけれども、こちら、ペヤングが好きな方は、ぜひとも、購入してみて、ください。ペヤング、美味しいよねー。UFO のも作ってくれへんかな。